ルバムディレクターの夏美です。今日はこちらの、ダフニから出てる、クリスマス限定のピンクのダフニを使って、こちらのモデルさんのこの癖に癖がつききった髪をきれいにしていきたいと思います。ダフニはどうなってるかっていうと、ちょっとこうホットアイロンとブラシが一緒になってるような形になっております。なのでこう触っても熱くないようになってるので、自分で使う時もやけどなく溶かすことができます。では早速使ってみたいと思います。失礼いたします。こんな感じで、あんまり分厚く取るっていうよりは少し薄めに取ってあげるといいと思います。ちょっとこっち行こうかな。では通していきたいと思います。今一箇所溶かしてみました。ご覧の通り、今ちょっとモデルさんもともと結んでたんですけど、相当癖がついてたところがこんな感じでまっすぐになってます。サラサラです。ちょっと引き続きアイロンしていきます。なんか本当に毎日のお家でのブラッシングと同じような感じで、コツとしては少しゆっくりやるのがコツだと思います。まあでもある程度厚みがあっても、結構奥の方が厚くなってるので、そんなになんかこう薄すぎなくても割とまっすぐ伸びます。手に挟んで使っちゃうとちょっと厚かったりするので、もう手使わずに普通にブラッシングと同じ感じの要領で溶かしてあげるといいと思います。ちょっとまあ何ですかね、やってあげるのは簡単だと思うので、ちょっとモデルさんに自分でやってもらいたいと思います。コツとしては、こう伸ばしたい毛束をちょっとこうテンションかけて、ぐーっとゆっくり熱を当ててあげると、よりまっすぐになりやすいかもしれないですね。ちょっとピンと張ってゆっくり溶かす。まあ、女性の朝って本当に忙しいので、軽いなんかこう寝癖直しの前に結構温まるのが早いので、寝癖直しの時に少し、まあ、顔洗ってる間とかにスイッチ入れといてもらって、顔洗い終わったらこうちょっと軽くブラッシングして寝癖取るとかっていう使い方とかもできるので、すごくいいプレゼントになるんじゃないですかね。はい、ではこちら今回の動画はダフニのクリスマスの限定色のピンクゴールドですかね、の新色でくせ毛さんをアイロンしてみた動画でした。ぜひ使ってみてください。じゃあね。はい、もみさんこっち向いて。じゃあねー。